こんにちは、レアルステート富山店中島です。本日もご視聴誠にありがとうございます。今日はホスピライズの様子をお届けしたいと思います。ホスピライズとはホスピタリティとサプライズを掛け合わせた造語になります。レアルステートが各店独自で行っております。お客様とのその日の会話をもとに感動ストーリーを作ってお客様にサプライズをするというのがホスピタリティになります。今日はお客様にホスピライズをさせていただいたので、ぜひその様子をご覧いただこうかなと思います。では今からお客様にホスピライズをさせていただきたいと思います。今日ホスピライズをさせていただくお客様は K 様なんですが、子育てとお仕事を両立して一生懸命頑張っているんですが、お正月も返上でお仕事をされてて、お仕事も責任のある職に就いてるんですが、どんな時も、一生懸命で前向きでいつも全力で、私もいつもそのお話を聞いて、その K 様からお尻を叩かれることが非常にたくさんあります。私も頑張ろうってすごく K 様のお話を聞いていつも思います。で、子育てもお子さん2人いらっしゃるんですけども、お子さんをこう愛情を注いでこう一生懸命育てていらっしゃって、一日仕事をして時間がない中でこう一生懸命子育ても時間がないっていうのを言い訳にせず、お子さんにも愛情をこう毎日毎日たくさんの愛情を注いでらっしゃって、本当にすごいなって思いますし、その中でも綺麗になりたいっていうことを私にいつもおっしゃっていただいてて、そんな綺麗になりたいっていうケン様の思いを私はやっぱり結果としてお返ししていかなきゃいけないなっていうのを本当に常々思います。それがやっぱり K 様に対する恩返しでもあり、幸せをこう感じていただける瞬間かなって思います。で、今日は、そんな K 様に、ホスピライズをしたくって、お正月も仕事をされててすごく疲れてらっしゃったので、今日はそんな日頃の思いを私のこの手紙に託しました。ここに K 様の思いを書かせていただきました。そしてお花を、綺麗ですね、用意させていただきました。すごい綺麗ですよね、はい、そのストーリーとして K 様がお着替え中なので、そのお着替えの間に、私のこの手紙をテーブル席に置いて読んでいただいた上で、その後に花束を渡したいなと思います。では今からホスピライズをしていきます。
ました。本当にでも K 様も喜んでいただいて、私もすごく、嬉しかったですし、こういう時ってやっぱりエステティシャンで良かったなってすごく思います。こうやってお客様の人生に関われることでなかなかやっぱりないので、そういった瞬間に携われることって本当に嬉しいと思いますし、お客様にもこう喜んでいただけて本当に私も幸せな気分を味わいました。またこういったホスピライズをその日の会話をもとにいろんなお客様にさせていただきたいなって思います。今日もご視聴誠にありがとうございました。レアルステートでは全店インスタグラム、ツイッターをしております。よければフォローお願いします。